大沢一時は、日本の政治家。八千代市議会議員。元千葉県八千代市長。元千葉県議会議員。八千代市出身。奈良市の私立奈良市の高等学校卒業後、八千代青年会議所理事長を経て、1991年4月、千葉県議会議員選挙に自由民主党公認で、立候補し初当選。1995年4月。 千代市町選挙に無所属で立候補し初当選。1999年4月には再選されるも、2期目、在職中であった2002年11月、千代市清掃センター運転管理義務契約に絡む、収賄容疑で逮捕、起訴され、同年12月7日、辞職した。千葉地裁で、懲役2年6ヶ月、追徴金4600万円の有罪判決を、 受けて控訴するも、2004年2月、東京高裁で帰却されて、実刑判決が確定、服役した。2006年3月に服役を終えた後、2015年4月12日執行の千葉県議会議員選挙に立候補を届け出て、告示日である4月3日に受理された。しかし、公職在職中の収賄罪で刑に処せられた者は、 経の満了から10年間は、非選挙権を有しないとする公職選挙法の規定により、投票日時点で立候補資格がないことが4月7日になって判明したため、立候補は却下された。2018年12月16日投票の八千代市議会議員選挙に無所属で出馬し、当選した。ありがとうございます。